動物によってでかさが違う動物って結構いると思うんですよね。例えば、クマ、えー、日本だと、何ですか笹熊とか、ツキノワ熊、えー、ヒグマとかですよね。特に、ヒグマなんかはめちゃくちゃでかいと思うんですよ。アメリカだとグリズリーっていうんですかね。まあ、そんな感じのでかいクマ少し前に、 普通の、あのー、ヒグマ。普通のヒグマでもめちゃくちゃでかいですからね。上野動物園であの初めて見た時に震え上がりましたからね。それよりでかいヒグマが出て、まあ、駆除されたっていうのがツイッターで回ってきて、その時の映像がクレーンに吊るされたクマだったんですよ。うわぁ、なんだよ、このでかさーと思って。まあ、普通の認識以上にでかいものっていうのは怖いと思うんですよね。鳥さんめちゃくちゃ怖いんですよ、そういうものって。 このお話っていうのが、スタジオの方が小さい頃に見て、現在でもまだ見える、まだ見てるっていうよくわからないお話。それも、何か異様にでかいものだと。ある時、そのリスナーさん、まあ小学校の頃のお話ですね。夏祭りが年に一回あるとで。それが結構楽しめて学校から帰ってきて、友達と夕方以降行くみたいなんですけど。 その夏祭り行く道中にある川を通るって言うんですよ。その川に大きな縁がある。そこも結構深いみたいでね下の方まで結構透き通ってて見えるんですけどまあ暗くなってて何がいるかわからないそんな縁の前を通った時にふと影が見えたって言うんですよ。お魚いるねって魚いるほらあ本当だえって2人で二度見したって言うんですよ。 あらあらあら、魚木かな木の大木でも浮いてるのかなそのぐらいでかかった。で、その木の大木は、その縁の底にさって潜ってっちゃったってんですよね。おなんだろう今の。気にはしない。またしばらく経ってから、中高生になってから、そこのお祭りに行ったってんですよ。まあ、同じ日ですよね。そこの縁の前通って、ふと見たら、 でっかい何かがいるって言うんですよ。真、ま、っ黒い何か。夏場ですから、夕方まだ明るいですよね。見間違うはずではなかったって、もう魚だったって言うんです。上から見て、なんか黒いように見えた。でかっなんだあれ見てると、それもうチちゃんって、スーって、また奥の方に、深い方に潜っていなくなっちゃう。 ななんだろうなぁ帰ってから親に「あそこの淵ってさ深いのあああそこの淵近づい近づいちゃダメだよ」昔結構事故が多くて今立ち入り禁止になってて降りる階段も全部取られちゃってるんだよあそうなんだなんでって言われてあーあそこなんかさすげえでかい魚見たんだよねえヤマメとかマスニジマスイワナ そ,そういうんじゃなくてでかすぎてびっくりしたんだけどもしかしたらみまちが小さい頃の見たことがあるんだよああ、じゃあ主様かもしらんねうんそうだよねどのくらいでかかったのって聞かれたらたぶん5メートル以上あったでええ、なんか木とか流れてきたんじゃないの魚だった確かに見たのは魚だった背びれもあった そう、だあそこの神社になあ、まあ、近いうちに、ね、手合わせ行きなうんこうなんで話が終わってしまったんですよそこからまあ上京しましてまあうちのスタジオに入ってきましてああそういえば今年も夏祭り始まるなとまあお盆の時期に帰るんですよ帰ってふとそのことに気づいてあ ここに魚いたな昔でっかいの魚かわかんないけどなんかでかいもんが一人でそのお祭りっていつもインスタグラムとかに写真上げてるんですよそのお祭りの様子を結構あのきれいなお祭りなんですよね小さい神社で行われるんですけどあの森中に安んというか長神というかバーって森一帯が光ってるようなお祭りでその道中ねそこでずーっと見てたらまあ魚なんかいないんですよ 昔なががらのそののそそこにあるんですよね。すると「ぬー」って下から黒い影のようなものが出てきてあれなんだろうああの魚だ瞬時に分かった上に出てきて顔を出すあエではないんですけど「ぬー」って出てきたらまた上の方で浮かんでるような感じなんだろうな何やってんだろう、石なんか投げてみようかな石投げたんですよね もう確実に背中の辺りに当たったらしいんですけど、無反応。で、テランが叩いてみて、こうやって。もう無反応。うーん、なんだろうな、これ、この黒いでかいものは。確実に魚なんですよ。おーいなんて言ってみたいなんですよ。声かけたんですよ、魚に。魚のようなものに。そしたら、その魚がぐるーんと、ウナギのようにうねった。 うねってこっちの方を向いた自分の自分と目が合うわけではないですけど自分の方に頭を向けたって押したら水の底からなのか周りからか分かんないサイレンのような音おーって音サイレンなんかその周りないんですよそれが聞こえてびっくりしてお祭りに行かないで帰っちゃった一回家にですぐにお父さんを連れてきて「ここでそういうことがあって」って見たんだよって言ったら お父さんが、あ,あ、これ山,山の守り神だからって山なのに魚なのとこ,こなっな昔から変な話があるんだよ。昔子供がな、ここで溺れた子がいたんだよ。それ以前にもいっぱい事故が起きてるんだよ。でも、その子供が言うには、でっかい魚が、まあ昔話であるような話ですけど、背中に乗せて、または自分を押し上げてくれた。で、そこの縁の際の方に、 いいつくばっってて出られたってこういうお話があるんだよ実際その助けられたその子供っていうのはお父さんの知り合いだからあそうなんだお化けなのわからない多分主ってこの辺では言われてるけれども見た人がほとんどいないけどお前は見たんか見ためちゃくちゃでかかったって多分サメよりでかいかもしんないそのお父さんの友達も言ってたんだよ自分が助けられた後に縁を見たら バカでかい大木のような何かがいた。まあ、あそこには行きたくない。感謝もあるけど、もう怖い方が先だった。あ、そうなんだ。え、お父さんはそれ見たことないのいや、お父さんも小さい頃そういう話があったからさ、って、ここの縁で釣り針垂らしてたんだよ、釣れねえかなって。何かかかったんだよ。親父の竿でさ、竿折られちゃったんだよ。川魚だろこの縁だろ そんな竿を折るようなもんはいないだろうまあ1メートルぐらいの鯉がいたとしても折られちゃうかもしれないけどねそんな見たことないからなでも餌針を垂らしてて引き上げた時になんかおかしな感じだった下の方から黒い塊のようなものが上がってきそうで上がってこない魚影なのかわからない影みたいなものを見てその折れた竿ごと投げて逃げちゃった ここには何かかいるんだよ昔からそれ以降その人そこのお祭りに行かなくなっちゃったっ別に何があったわけじゃないんですけどまあ仕事が忙しいんですよねはああの魚まだいるんかなまあこんな感じのお話を聞いたんですよねうーんそれを確かに見たんだろう写真撮ってよって必ず鳥さんこう言うんですよね 何かあったらすぐに写真撮ってって、スマホがあるでしょ必ず言うのは確かにそういう考えにはそこで至らない。目の前でよくわかんないものが出たらすぐに写真構えるっていう考えには普通にならない。普通はならないよと。確かにそうかもしれん。今でもいるんかねそこに。今年あたり帰ったらいいんじゃないのそうですね。今の現状が収まればと。今みんな自粛してますよね。 鳥さんもうちで、ね、ゲームやったり階段まとめて録音したりしてますけどもし行けるんであればそこの縁の写真撮ってきますよなぜか知らないけどそのお祭りの日にそこの魚は現れるみたいですねたまたまかもしれませんけどある街で小さい頃よくわからないものを見たそれは毎年行われる 祭りの晩に現れる大きい魚それは意図的に何かをするではなく毎年毎年現れるようです。